俺がイラッとしたお父さんの行動。スマホばっか触る。仕事探す気ない。朝探せました。今はいいよ。今日は疲れた。明日探せました。はあ、お前が仕事やればいいだろうや。俺はゆっくり探すよ。子供と遊ばない、忙しいと言いながらスマホや昼寝。今お父さん忙しいんだよ。見てわからないの。ごめんね。お父さん今忙しいってば。ほんとごめん。お父さんさ、これからさ、寝る時間も必要だし、今休み、今日休みだからさ、休みの日が寝かせてくれよ。マジの頼みを拒否する。今日買い物行ってくれない。はぁ、お今忙しいんだ。見てわからんのか。お前が行けよ。休みの日はずっと寝ている、だらけている。ね、休みの日ぐらいこのモットドライブ行ったら。あー、寝かせてくれよ。俺は日頃疲れてんだよ。遊びに行く暇ないんだよ。マジ。ねえ、月日を自分のお金と言って取って無駄遣いに使う。いつも前々働いてたんだろ。こっち働いてんだからいいだろうや。俺の金なんだからや。マジ、何をお前のお金。俺が働いて渡すと生活費だろ。で、俺のお金やんに。何が謝れよ。謝るかや。俺は悪くない。悪いのはそっち。オッケー。オッケー、理解しました。オッケー。女は料理するのは女の仕事。はい。以上。男は何もしなくていい。掃除も女。男は働くだけ。女は掃除、洗濯、全部女がやる仕事。でも私、仕事もしてるし、普通、平等じゃない？昔から決まってるの、女が全部やる仕事なの。男は仕事している。男は偉いんだよ。頑張ってんだよ。帰ってくるだ、できるだろう。簡単だろ。うるせえな。ずっと名医で、自分でご飯を取りに来ない。料理持ってこい。あ、仕事で嫌なことあって家族にやっちゃったり。どうだった仕事。うっさいな。いやーがいる。お前がいるから。お前の顔見るとイライラするやつさ。お前を見てていけ。お前何か、何様か、何がお使い様。お前の何か上から目線かや。誕生日、クリスマスがあっても興味ない。おめでとうにちょこともないわけ。誕生日とか毎年来るやんに、いちいちおめでとうとか言うか。お前今日帰るの。自分が飲みに行くのはいいけど、奥さんが行くと怒る。いや、男いないし。いや、どこ行ってたのか。どこ行ってたのかって。帰るの遅すぎだろ。お前若い頃は細かったのに、もデブだな、デブ。デブ。若い頃と今の容態を比べる。おばあさん。はい、オーバー。前は女じゃなくて、つまり家族だから。ハグとか甘えると気持ち悪いと言う。寝かせてくれ。今日の肉じゃが味濃いね。お前のご飯いつもまずいんだよ。今日、実家は行くけど、奥さんの実家は行きたがらない。もしくは行かない。用事あるから。あんたいつも私の実家行くとき用事あるじゃない。用事があるから俺行かない。オッケー。用事があるのに仕方ないんだろ。偶然偶然。なんで俺が働いてんのよ、お前が。握りたがる。お金預かってんの。俺が財布を持ちたいんだけど。俺お金預かる権利があるだろ。お前に権利はない。働いてもない。お前に権利はない。俺ってさ、仕事自慢。会社でさ、普通みたいなわけよ。俺がないと、この会社潰れるんだよね。お前に、そんなことできるか。できないよね。化粧しろよ、みっともない。これだからお前はおばさんって言われるんだよ。